はい、皆さんこんにちは。チームハロンズ黒川です。オーストラリアドル円のテクニカル分析を3分で解説します。本日、ロンドン市場の見通しとなります。まずは結論からはい、2時間足ボリンジャーバンド下落トレンド進行中一目均衡表トレンドはありません。ストキャスティックス開始時が点灯ということで、はい、2時間足ベース上値の重い展開と考えております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、2時間絞りンジャーバンド、トレンドの方向性示す赤い点線21本移動平均線下落しております。その中、ローソク足だと言いますと、レジスタンスライン,でラインとしてワークしておりました、21本移動平均線上抜けして推移ということで、はい、2時間絞りンジャーバンドは下落トレンド進行中です。はい、2時間シストキャスティックスいシグナルが点灯しております。 はい、こちら二時間足の一目均衡表です。形状から言いますとトレンドレスの形状ということです。はい、それでは本日ロンドン市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。はい、サポートラインは88円の50レベル、88円の50レベルと考えております。はい、続きましてレジスタンスラインです。レジスタンスラインは89円の50レベル、89円の50レベルと考えております。 はい、本日、ロンドン市場の予想レンジ88円の5万レベルから89円の5丸レベル88円の5万レベルから89円の5丸レベルということです。はい、ポイント、株安リスクオフ上値重しということで、はい、アジア市場なんですけども、まあ、あの株式市場軟調なんうの展開になっております、はいえー、とマーケットはリスクオフの流れなんですけどもオーストラリアの例につきましては若干ショートカバーが優勢買い戻しが優勢の状況ということです。はい、そんな中 チャート形状的に言いますと2時間足ボリンジャーバンド下落トレンド進行中一目,、えー、一目均衡表はトレンドレス状態ストキャスティックス買いシグナルが点灯ということでオーストラリアドル円本日ロンドン市場におきましてチャート形状的には上値の重い展開と考えておりますオーストラリアドル円本日ロンドン市場におきましてチャート形状的には上値の重い展開と考えております はい右のバナーのチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説をすると通常の講座解説特典2000円と新規取引1回1万通貨10ロット以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引用に応じて最大30万円合わせて30万7000円のキャッシュバックとなります。はい、詳細は YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。最後にグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。